と最近なんかスト6絡みでなんか面白いこととかあったりとかしますか？なんか新しいテクニック見つかったとか。新しいテクニック見つかったとか、このキャラ強いんじゃないかとか、なんかいろんなのでもいいですけど。あ、まあ、いやでもなんかあれだな、今はでもちょっとね、自信がね、ふわふわしてる時期ですわ。結構スト6ってさ、アップダウンしないですか？アップダウンやっぱり激しいと思う、うん、するしかもない時徹底的に勝てないから。そうだ、いい状態の時に大会迎えたい ね、今回やっぱりちょっとね、不安がある状態だったんだよな。相手キャラにもよるけど、はい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 、ルークはね、ちょっとやっぱ不安な状態だったんですよ、正直。面白いもんで、それがまんま出るよね、スト6。これまでのタイトル以上にやっぱ出る気がする。だそこをちょっとずつ潰しながら。そうそうですね、なんかぐんぐん多分今レベルが上がりよるんですよね、やけなんかそこ難しいですよね、気持ちの乗っていき方とか。そうだね、だからそこで言うとやっぱメナとかって、そのメンタル的なところはもう常になんか自信持ってる状態というか、プレイにもやっぱその自分のその読みと心中するっていうか、まあなんか自信が結構満ち溢れてるような感じするから、やっぱメラ強いんだなっていう感じはするね。やっぱ一キャラ一キャラし潰してった方がいいんだろうな。やっぱ今俺はなんか結構それができたなって感じしましたね。忘れちゃわない？いや忘れます。他のやってないと。だけなんか覚えてる？え？キンバリ覚えてる？キンバリはまあ多分ね、ジャッシーさん以外はなんかいけるのかなっていう。キンバリ、いやその俺結構今回ブランカも結構やっとったんですよ、でブランカ、ザンギ、キンバリ、あとホンダ、その辺も結構やってだったら、なんかそこなんか結構俺負ける時ってレアキャラにすごい負けるんで、はいはいはい、それがなければ上いけるんじゃねと思って、このキャラはめちゃくちゃやって、まあ下の方のキャラ、まあ下っていう風に言われてるキャラクターとやるのってやっぱ難しいからね、そもそもね。今回向こう行ってまたさらに不安要素増えたわ。フゲラがリリー使っててさ、かなりイカれたね。あ、イカれました。あ、そうなんだ。結構やってますよね、彼強いですからね。でそういうなんか組み合わせに対してナウマンが勝ってたりするから、なんかね、そう彼のプレーをもうちょっと見ようかなとか。なんか強かったよね、だいぶね。このキャラもやっぱうまかったんですよ、この前行ったでしょ。はいはい、確かに藤村戦で結構その前にやってもらった時に参考になるところすごくあって。あ、俺見れてなかったんだけど、あれキャミーとか出さなかったんだ。剣でした。あ、剣だったね。剣なんだね。藤村もやっぱりキャミーを使っちゃってから、その剣でブレが生じるようになったっつって。やっぱり2キャラを、ね、ハイクオリティで使うのは難しいと思うよ。むずいなって思うわ、実際。しかもネタキャラじゃないじゃん。確かにな。真っ向勝負キャラじゃん、2キャラとも。そうだね、いやキャミー今回ねトップ16に1体もいなかったんですよ、実は。ああ、そうか。そっか。なんかやっぱこのゲームすごい玉キャラやっぱいいなって思う部分ではあるね、そこら辺はね。例えばルークとかとやってる時にさ、まあ確かにその組み合わせ的には有利だなと思うんだけど、やっぱそのあともうちょっとのルークを削るときにしゃがみチューパンと必ず向き合わなきゃいけないっていうのが結構ね、怖いよね。確かに。あ、やっぱ弾ならな。まあそうですね、弾ならそう、逆波動打っとけば、噛み合ったときにしっかり勝てるっていう技を存在するから。そうそこはね結構やっぱ難しいな。まあその玉キャラじゃないところの難しい部分、まあその代わり優遇されてる部分もあるんだけど、やっぱその最後のもうちょっとって時に今回やっぱそのキャンセルラッシュのリターン高すぎるから、やっぱ怖いなっていうふうには思うね。一回中盤ラッシュ引っかかったらね、もう画面端で置き詰めループしますから、相当きついよね。きついね。むずいなぁ、このゲーム難しい。ルーク戦はね、俺もね、帰りジョン君と話しよって、ジョン君も今回いやね、こんなん出てましたよね、あのパリでね。一回もUSR出せませんでした一回も出なかったらしいえ、てかUSRなんでそんな出ないの？あれね、まあ、シンプルに焦っとるっていうのもあるんだけど、スパイクの後に出すんですけど、スパイクの硬直がたまに残っとるんですよね。ああ。それでなんか最初が入ってないとかあるかもしれない。ゆっくり回しすぎてとか。早いんですよ、逆に。本当に出ないらしいからな。え、だからなんかそのパリーでケアするぐらい出ないってことってすごいなって思う。いや、パリーはシンプルにその、まあ、スパイク漏れを抑止するためなんですけど、あれは。まあでも今まで別にそんなこともやんなかったわけじゃん。今スト5とかさ、スト4の時とかはもうなんかあれが出ちゃうからこれでケアしようっていうのも、まあコマンド的に、ね、でもパリ3回連続でそれやろうとして出てバーンアウトしたらしいよそれはすごい。え、ゲージ見直したよね。あんの？本当に。さすがに出なさすぎだろそれいやあれね、俺もあるんですよ。あ、でねっつって僕がやっても何回やっても。で、たまにあるのは溜まってないっていう。あ、ゲージが？ゲージがどんだけ打ちたいんやっていう。
か。まあ俺はちょっと2キャラそれでもやっていこうかなと思ってるんで。ジュリーキャミ、ジュリーがね捨てたくてもやっぱ捨てられない、やっぱいいキャラですね。面白いですねあれは。でも俺やっぱりジュリーすげえ強いなって思いますわ、うん、あの特にあのフリジュリー見てなんか最近思ったっすね。あの中国の、ああやってたよね、中国のイベントで。そうやっぱ中国勢のジュリー見た時になんかすげえ強いなってやっぱ思いましたね、うん、あれやんなきゃいけないキャラ多いな、そこら辺も考えると。やっぱりリーグ中っていうのもあってね、結構偏るっすもんね、うん、対策とかもどうしても。そうだね、うん、そこら辺は難しいと思います。頑張りましょうよ、ね、上位やっぱり結構ね、まあ、こう言ったらかっこ悪いっていうふうに思われるかもしれないですけど、下を作るゲームなんですよこのリーグ戦は。真帆さんが言うとなんかあれだね、ちょっと意外っていうか、ボンが言うんだったらもう分かります確かに、うん、ボンさんはちゃんといいさ。ボンさんはもうね、はいはい、ボンズキッチン、はい、もうね、だいぶそこら辺はね顔赤くしていとるでしょ。そう言ってる。この間見た時流星にめっちゃキュンだったもんな。流星になんか公開説教みたいなんで、しかもチャット欄に流星がおらんやろっていうのをなんか言いながら、うん、流星がチャット欄でごめんなさいって言いながら聞くっていう。あ、そんなんやつだ。地獄みたいな。そう、マサズキッチン